こいつはまたとんでもないとこだね。一筋縄ではいかなそうだ。お？そんな心配そうな顔しなさんな。何のために私を呼んだんだい？荒事は私の専門。他ならぬお前さんのためだ。この件、存分に振るわせてもらうから、大船に乗ったつもりで任せな。さて、それはいいとして。お前さんも気づいてるだろう？じー。あの子、町からずっと私たちの後をついてきてるんだが、お前さんの知り合いかい？あ、そうかい。本当に顔が広いね、お前さんは。おい、そこのお嬢さん、いい加減出てきなよ。なんと、こそりこそこそ町から忍んできたのに、あさり見破られたです。祭りにでも行くみたいななりして何言ってるんだか。で、あんた何者だい？いろんな意味でただもんじゃなさそうだけど。私はそちらにおわす諸君にお仕えするニノンというものです。へえ、お前さん将軍だったのかい？本日は諸君がサムライマスターと共に面妖なる塔に登れとお聞きし、矢もとてもたまらず馳せ参じたのです。お願いです、私もお供させてください。サムライマスターの剣技をこの目で見たいです。いや、なんだいサムライマスターって。私はしがない流れ者だよ。そんな大層なもんじゃないさ。またまたご謙遜を。海を荒らす魔物退治、犯罪組織の壊滅、そしてランドソール銃を恐怖に陥れた妖刀事件の解決と、その価値役はとどまることを知らないで。はあ、私としたことがちょいと目立ちすぎたね。厄介事が向こうからやってきちまった。さてお前さん、どうするんだい？私はお前さんの剣だ。決定には従うよ。本当かい？ま、断ったところで聞いちゃくれなさそうだしな。将軍、お供させていただくからには、サムライマスターと共に粉骨砕身の覚悟でお供つかまつります。とりあえずそのサムライマスターってのはやめとくれ。背中がムズムズするよ。むむむ、では何とお呼びすればいいですか？こら、何言ってるんだお前さんは。ははあ、姉子、いい響きです。ほら、お前さんがそんなこと言うから。まったく、困った将軍様だよ。なんて硬い魔物だい。闇雲に切ったら刀がお釈迦になっちまう。さて、どうしたもんか。ニニー、姉が、ここは私にお任せあれ。おい、前に出たら危ないよ。キュッパーパパパー。すごい速さで陰を結んでる。まさか本当に忍術が使えるのか？クラウです、忍法カウシブキの術。おお、こいつはみかんの香り。ふふふ、その通りです。みかんジェルシャワーの必殺目つぶし忍法です。
さあ、今のうちにやっつけ。なんと、全然効いてません。しかも、とても怒ってます。ここは、三十六家逃げるがウィナーです。諸君、姉が早く逃げましょう。いいの？あんたのおかげだよ。あ、ネーゴン、危ないです。アメイジング、人たちで魔物を。でも、さっきまで全然切れなかったのに、どうして？魔物が起こったことで、硬い体にわずかな隙ができたのさ。そこを切っただけだよ。神技です。でも、私の忍法、全然お役に立てなかったです。面目次第もございません。将軍の言う通りさ、お前さんの忍法が隙を生んだんだ。役立たずどころか大手柄さ。本当ですか？ニノ、やりました！大金星です！祝杯あげてパレードです！姉御のギルド、確か…トスイートキャラメル、ベリベリ有名なギルドと聞いてます。なんだい、その美味しそうなギルドは。トワイライトキャラバンだよ。まあ、有名は有名でも悪名の方かもしれないけどね。何しろデストロイヤー、コレクター、ワンアイドデビル、歩く竜巻なんて物騒な二つ名で呼ばれてる連中の集まりだからね。その通りです。サムライマスターは伊達じゃないです。なりゆきでやってるだけさ。あ、それにあいつらも癖は強いが、決して悪いやつらじゃないしね。ちゃんと言い聞かせてやれば言うこと聞いてくれるからね。今一瞬潜水中がヒヤッとしたです。で、あんたのとこはどうなんだい？バイス・フリューゲルってギルドマスターが凄腕の剣士だと風の噂で聞いたけど。はい、モニーカさんは子供ですが、軍人でとても強いです。姉御といい勝負のはず。子供なのにすごいです。子供がギルドマスター、しかも軍人、大丈夫なのか？いろいろと。どっちなんだよ、まったく。で、他のメンバーはどんな奴らなんだい？はい、空間はド M で、雪はナルシスト、そしてあゆみさんはストーカーです。ちょっと待っとくれ。不穏な単語の連続で頭がこんがらがっちまうよ。お前さん、本当なのかい？そこは否定してほしかったね。いかにも、皆さんくせ者ばかりなので、マニーカさんもいつも苦労してます。忍刀も関東も。おいおい、あんたも絶対くせ者の側だろう。何困った雰囲気出してんだい。お前さん、うちの連中にもそう言うだろう。本当に女の子には甘いね。
今日のコートはギルドのみんなにお話しするです。あゆみさんには初見と一緒に飛ぶ登ったコート、空間にはいじめてくれそうな魔物がいたと教えてあげます。ゆきには何か綺麗なものでもお土産にして、モニカさんには、あ、今日は訓練の日だってすっかり忘れてました。帰ったら怒られます。出し切ろう息です。まあじーっと面倒なとこもあるけど嫌いじゃないよ。まあ、それにこの子がいるギルドならそう悪いとこじゃないだろうね。将軍に急遽呼ばれたってことにしときなよ。なんなら私が話しつけてやってもいいしさ。メグ、お心遣い感謝します。やれやれ、私も甘いね。簡単に見つかるとは思ってなかったけどね。ちょっと疲れたところだし、ここらでちょいと休憩するかい？そうだね。と言っても食料の持ち合わせは。お任せください。腹が減っては戦はできぬ。キャラの準備は万端です。さっさあのゴムどうぞ。竹の皮に包んだ握り飯に竹筒の水筒か。具は梅、鮭、おかかです。食後にはおまんじゅうもあります。お腹いっぱい食べてください。あんた本当に東国好きなんだね。はい、おはようからお休みまで四六時中東国のことを考えてます。そういえば、姉子の着物、刀、剣術、もしかして、都国の生まれですか？さて、どうだったかな？あちこち回ってきたから、覚えてないね。謎のルーラーの剣士、憧れます。いつか私も都国に行ってみたいです。富士の山はこの目だみたいです。富士は都国一の霊峰、浮世絵にもたくさん描かれてます。私も浮世絵でしか見たことないですが、天下統一の暁には将軍と共に頂上から天下太平の世を見下ろすのが夢です。ああ、そうなのかい。都国のオリジナルな食文化も見逃せないです。お米の料理はどれもこれもデリシャスです。中でもキングオブ都国料理、お寿司は別格です。職人の技が光る、見た目にも美しい食べるアートです。そしてお寿司に並ぶ都国料理の代表といえばやはりそば。お財布にも優しい庶民の味。ずっと音を立ててすするのが生きてもんです。頭前にパスタを思い切りすすってマニーカさんに怒られました。姉子は都国料理何が好きですか？ああこの感じよく知ってるよ。好きなものの話になると異様に早口になるやつ。好みの対象は違えど、うちのナナカと同じだな。姉子、姉子、聞いてますか？ああ悪い、ちょっとぼーっとした。で、何の話だい？はい、将軍と姉子、そして私で都国を諸国漫遊しながら各地の悪を打つ世直しの旅をするって話です。やめとくれよ。私をそんな面白珍道中に巻き込まないでおくれ。いや
人数もちょうどぴったりですよ。はっ、でもでもこの場合私はこの位置ワーク毎回入浴シーンの極配長です。あんたは何を言ってるんだい、まったく。次から次へと飽きさせないね。アネーゴ、ここは私にやらせてください。待ちな、こいつはちと厄介だ。下手に忍術で刺激するのはまずい。いいえ、根性は忍術ではありません。あんた、その構え。はい、ここまでずっとアネーゴの剣術を見取り稽古してきたです。アネーゴに代わって私がアクアウーズ。はぁ、見よう見まね、一位のタッチ、雫なぎ。安心するです、みなうちです。全然聞いてないです。あれ、私生きてます。見事な立ち回りだったよ、ニノ。見ただけであれほど忠実に動けるなんて大したもんだね。アネーゴ。でも残念ながら形だけ真似ても敵は切れないし、そもそも軍配は切る道具じゃないだろっと。おやおや、さすがにしぶといね。アネーゴ、危ないです。刮目しな、ニノ。私のとっておきだ。ゼロの太刀、水月強化。すごいです。やれやれ、あんた無茶しすぎだよ。あの魔物相手じゃ下手すりゃ怪我じゃ済まなかったよ。はい、ごめんなさいです。でも私もアネーゴみたいになりたかったんです。私が諸君をお守りしなきゃダメなのに、いつも助けてもらったばかりでとても情けないです。諸君の一番の進化にアネーゴみたいに胃の一番に頼ってもらえるようになりたいです。だから姉子を見て剣を学び強くなろうと頑張りましたが、まだダメでした。進化しっかくて。なるほどね、あんたの思いは理解したよ。でも半端な剣術をさせるわけにはいかない。私の剣を真似て怪我でもされちゃ寝覚めが悪いってもんさ。だから一からちゃんと教えてやるよ。だから約束しな、見よう見まねの無茶な剣術は今後一切禁止だ。いいね。アネーゴー、普通中華ものですがよろしくお願いします。やれやれ、私が人にものを教えるとはね。でもま、案外悪い気はしないね。キルサーケー忍法、この発射風の術。
ただ葉っぱ撒いただけだが、いい目くらましだ。これで終わりだよ。おみごと、ハルパレセルテイ。あんたの忍法も良かったよ。さて、今倒したのがこの階の主みたいだけど、いい加減手がかりの一つでもいただきたいもんだね。見てください、諸君、アナゴ、倒した魔物から何か出てきました。ほほー、綺麗な石です。お宝に間違いないです。こら、迂闊に触るんじゃないよ。よし、できた。お前さん、これも並べとくれ。おだてたって魚の頭くらいしか出ないよ。しかしお前さんも物好きだね。せっかくの休みの日に店を手伝ってくれるなんてさ。お前さんまでやめとくれよ。魚屋に射程とか勘弁願いたいんだからさ。で、さっきからずっとこちらを伺ってるあの金髪はお前さんの知り合いかい？電柱の陰に隠れてるつもりだろうけど、残念ながらバレバレだね。落ち着いてくれ。何を言ってるか全然わからないよ。何にせよお前さんの知り合いということだけは分かったよ。あまり関わりたくないけど、店の近くで妙なことされても困るしね。おい、そこの金髪の嬢ちゃん、うちに何か用かい？なんと、暗闇の術が見破られるとは。もしやあれが噂の神眼ですか？やはり諸君が一目置く御仁、ただものではござらんです。おっと、これは思ったより面倒くさそうだね。とりあえずこっちに来たらどうだい？それではお邪魔するです。デデデン。いいえ、本日はそちらの御仁、立ち洗いルカ殿にお目通りしたく存じます。ん？あんた、なんで私の名前知ってるんだ？はい、諸君に教えてもらいましたです。お前さん、個人情報って知ってるかい？しょうがないね、まったく。ともかく、嬢ちゃん、一体何用だ？普通に魚を買いに来ただけなら嬉しいんだけどね。ルカ殿、いや、サムライマスター、この私、ニノンを弟子にしてください。何を言ってるんだい、この子は。私はただの魚や、侍でも何でもないよ。いや、敬愛する諸君が姉御と慕うお方こそ、天下に名高きサムライマスターに違いありません。その頭が痛くなるような勘違い、どっから来てんだい？はい、諸君から伺いました。弱気を助け、強気をくじき、そして多くの進化をしたがえる、まさに現代のサムライだと。お前さん、後でちょっと顔貸してくれるかい？ニノンだっけ？あたしは剣なんか使えないから、残念ながらあんたの期待には応えられないよ。ご冗談を。その手にする一振りは、あらゆるものを断つ名と動きり丸だと諸君より伺っております。
なるほどね。お前さん、そこんとこいろいろ聞かせてもらうよ。お願いします。土下座でも和ダンスでもちょっと恥ずかしいですが、どんなエプロンでも何でもしますから、私を弟子にしてください。ちょ、店先でやめとくれよ。もうお前さんからも何とか言っておくれ。お前さん、あーもう仕方ないね。弟子入りさせてもらえますか？その前に、あんたにその資格があるかどうか、あんたの体にしっかりと聞かせてもらおうかね。剣術は教えてもらいに来たのに、どうして魚屋で働くことになるのですか？侍は簡単に自分の剣術を明かしたりしないのさ。それに侍はみんな手に職を持ってるって知らないのかい？確かに傘張りとかやってます。了解です。このミッション見事やり遂げてみせます。だろう、将軍様。さ、押しかけ弟子のお手並み拝見させてもらおうかね。安いうまいお魚です。煮てよし、焼いてよしで今大ブームのお魚です。魚奥さん、今夜のおかずにお魚どうですか？お子様の成績アップ間違いなし。食べると頭が良くなるお魚です。 DH なんとかで100点連発間違いなしです。もも、おすすめ？そうですね、これなんかどうですか？ツヤツヤで綺麗です。名前全然わかりません。でも重要なのは名前より中身、心です。絶対に美味しいです。はぁ、お買い上げありがとうございます。おまけにもう一匹どうぞどうぞです。はぁ、魚旦那、シャークのお供にいかがですか？前でありでございます。かわいい。嫌ですよ旦那、口の塩からもおまけに持ってきばんで。へいへい、そこ行く彼女さん、魚食いない、タピオカ、ノノ、同じつぶつぶなら断然いくらです。坊ちゃん、お使いえらいです。よーし、ブラッド大サービスで半額です。ああ、めちゃくちゃだ。あ、でも魚は飛ぶように売れてるね。将軍、ありがとう。お客さんがいっぱいで天敵ダンスです。メディック、メディック。おっと、お呼びだよ将軍。一丁助太刀しますか。やりきりました。せもこもなせです。お疲れさ。ネゴ、どうでしたか私のワーキング？そうだね、商品知識がないのは仕方ないけど、会計の適当さや勝手なサービスはいただけないね。点数をつけるなら33点だな。それずり、辛口採点いただきました。諸君、ダメな進化でごめんなさい。恥の多い人生です。でもお客さんはみんな笑顔で魚を買ってった。誰もが気持ちよく買い物してた。
これに勝るものはないね。あんたは最高の魚屋だったよ、ニノ。ネゴン。あんたがいい子だってのは分かったけど、まだいろいろと危なっかしいのも確かだ。だからまずはこいつから始めたらいいさ。これはサムライソード。いや、包丁だから大事にしておくれよ。私が昔使ってたものなんだからね。その大事なものを。あんたなら間違いない。そう思ったから渡すんだ。まずはこれをしっかり扱えるようになりな。話はそれからだ。ありがとうございます。私これで立派な魚屋になります。あれ、あれ、ここは遠野の顔。今のは夢ですか？主君の前で眠りに落ちるなど一生の不覚。過去なる上は切腹しておわびよ。やめな。あんたが切腹したら私まで腹切らなきゃいけないじゃないか。姉子、もしかして姉子も夢を？ああ、あんたが私の店で働く夢さ。しかし、あんた。どうしましたか？いや、あんたと来たら夢の中まで同じ行動するもんだからおかしくって仕方ないよ。いやいや、お恥ずかし限りです。さて、どうするお前さん、まだ探索を続けるかい？ああ、諸君もですか？私もすっかりお魚のマウスになってます。やれやれ、記憶よりも食い気かい？まあ、かくいう私もすっかり腹が減ってるしね。これ以上の探索は無理そうだ。また後日出直すとしようか。将軍、姉子、今日はありがとうございました。私もっともっと精進して最高の進化になります。